キングプリンス、キンプリの元メンバー、平野翔27、岸優太28、ジングージユタ26によるグループ、ナンバーアンダーバーアイ、ナンバーアイが順調な活動ぶりを見せている。一方、残った長瀬連25と高橋海人25によるキンプリも新会社を設立するなど、それぞれの思惑が交錯している。 海外志向の強かったヘイヤら3人が2023年に脱退し、結果的に分裂した金プリ。平野らはナンバーアイとして活動し、今年4月には世界最大規模とされる米国の野外フェス、コーチェラに出演し、パフォーマンスを披露した。世界を目指したいと言いながら、結果的に夢が叶わないと分かり、旧ジャニーズから離れ、滝沢秀明氏のもとに走った結果、コーチェラへの道が開けた。 平野らにとって旧ジャニーズを離れるという選択は正解だったと言わざるを得ないと音楽関係者は話す。さらに週刊内内ミュージック、フジテレビ系やウィズミュージック、日本テレビ系などの歌番組にも出演。さらに日本マクドナルドやサントリーの CM にも相次いで出演し、露出を増やしている。